はい。今回の動画は Windows 10の Fall Creators Update で、Windows Defender に関してもですね、まあ一部機能が強化されてますんでね、今回の動画ではですね、この Fall Creators Update をきっかけにですね、この Windows Defender の設定についてですね、まあ一箇所だけねちょっと見直した方がいいなというところがあるんで、そこの部分について解説をします。 じゃあそれではね、まず Windows Defender のセキュリティセンターを開かないといけませんので、え、ここのタスクバーのところのね、この上矢印みたいなマークのところですかね、この隠れてるインジケーターを表示しますっていうところをね、クリックしてもらって、ま、このマークですね、この縦みたいなマークのところ、ここでね、マウスを右クリックしてもらって、開くをクリックします。はい。そうするとこのセキュリティセンターの方が開きますんで、え、この左側のこのマークのところですね、このウイルスと脅威の防止っていうのがね、マウスを持っていくと出ますんで、ね、このマークのところをクリックします。 で、まあ、この中にね、いろいろ新しい機能が追加されてはいるんですけども、まあ、そのね、あのほど、ほとんど自分で設定するところはないので、その設定しなくてもいいところはもう割愛させていただきます。で、まあ、今回の動画でですね、一、まあ、箇所だけここだけね、ちょっと設定を見直してもらった方がいいというところを解説をしたいと思うんですけども、まあ、ここですね、このウイルスと脅威の防止の設定というところで、まあ、操作は不要ですになってるんですけどもね、ここをね、このアップデートした時はね、あの一度クリックして開いてみてください。 で次にですね、ここですね、コントロールされたフォルダーアクセスというところで、まあ、悪意のあるアプリケーションによってファイルやフォルダーが不正に変更されないように保護しますというところ、ここがですね、標準だとねオフになっているようなので、ここを、ね、クリックしてオンにしてください。 ククククリリッッししてオンででですすねでユーザーザアカウント制御が出た場合ははいをクリックします、はい、で次にですねこの保護されているフォルダーというところを、ね、ちょっとクリックして中を見てみてください。はい、そうすると、ね、これオンにしただけでね、まあ、自動的にこれらのねフォルダーが保護されるんですけども、まあ、この中でですねこのご自身がねあの作ったフォルダーとかでですねこのフォルダーは非常に大事なねファイルとかが入ってるって言った場合はねそのフォルダーをあのご自身で追加してください。で追加の仕方としては簡単にこのプラスのマークのところですね。 こちらをクリックしてもらうと、この、ね、フォルダが選択あの、ね、できる画面が出てきますんで、まあ、ここで、ね、ご自身が保存したいフォルダを選択をして、まあ、フォルダの選択っていうのをやってもらえると、まあ、こちらにこれが追加されるということで、まあ、なんかちょっと一個試しに入れてみましょうかね。まあ、例えば、じゃあこれを、ね、保護したいよということであれば、このフォルダを選択して、フォルダの選択というところですね。こちらをクリックします。 はい、そうしたらまた、ね、ユーザーアカウント制御が、ね、出る可能性がありますので、まあ、これははいをクリックします。はい、そうしたら今選択したこの、ね、2010体験デモというフォルダーが追加されたということで、まあ、ここの部分ですね、もう一度ちょっとざっと解説をすると、 まずはこのセキュリティセンターをね開いてもらって、このね縦のマークのところをクリックして、このウイルスと脅威の防止の設定というところの中の、ここですね、コントロールされたフォルダアクセスというところ。ここがね、標準だとねオフになってますんで、ここをね、オンに切り替えて、ご自身でですね、保護したいフォルダがある場合は追加していくというところをですね、このフォルクレーターズアップデートをきっかけにですね、見直してもらえるといいかなと思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、 ありがとうございました。